お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、ワークブーツの私物紹介ですかね、レッドウィングのアイリッシュセッターですねのブーツの、ヴィンテージの方ですかね、ご紹介したいと思っております。ちょうどお時間もできましたので、動画も、ちょいちょい上げていこうかなと思ってはおります。でですね、一応写メにも撮って、動画の内に差し込んだんですけども、左側がですね、刺繍犬タグなんですけども、1950年の初頭ですかね、確かそんな古着屋に行きまして、探してはおりました。で右側ですね、こちらはですね、サイズがですね、ほんまもう12ものすごいでかいサイズで置いてあったのを、こちらもですね、とある古着屋さんで買うことに至ったんですけども、で一番右の方ですね、このセッターのワークブーツなんです。こちらはですね、半円形犬タグの方で、裏側についてるモデルですね、1990年初頭だと思うんですけども、そちらのモデルですかね。でもう一個実は持ってまして、それはですね、ちょっと探したんですけども、なかったんですけども、半円形犬タグが前に出てるタイプですかね。そちらの方はちょっとバイクにまたがって、チェンジ引っ掛けるときにもう破けて、どっか置いたと思うんですけども、ちょっとそこは探し出すことができませんでした。で私がですね、古着屋が大好きで、その当時、ヴィンテージという、扱いの分類の中で、見つけ出すのに、もうかなりの年数かけて、店を探しまして、出会うことができたんですよ。で状態はですね、ちょっともう悪いんですけども、やはりね、状態のいいものが欲しいというのもありまして、でなかなかそれも、なかなかね、見つけ出すこともできなくてですね、でもですね、私はですね、ボロボロ感、使用感があるようなブーツが本当に大好きで、そういったブーツがよく買ってはおりましたね。その新品の状態ではなく、状態がいいものではなく、買うんですけども、やっぱりなんか使ってるような、もうクタクタな、ガンガンに履いたような、もう左側の、刺繍犬タグの方はですね、もうソールの方がもうパカッと割れてきてますが、こういったものにね、もう本当にね、魅力を感じまして、古着屋巡りをよく若い時に、こういうような形で買っておりました。定番のものも、新品のものですかね、もう買ってたんですけども、やはりね、クタクタ感がね、どうもね、ものすごい大好きで、でミンクオイルとか、そうですね、オイル入れたくなっちゃうんですよね、余計に。もうカラカラでパリッパリになってるのを見て、もうどうしてもオイルを通したくて通したくて、そういった意味合いでも、クタクタなブーツの方を選んで磨いて遊んではおりましたね。本当楽しめたブーツたちなんですけども、で今この現状の動画で見る限りではですね、ちょっとね、もう何にもオイルも通しておりません。もう10年以上は、もう20年以上ですかね、オイルを通さずに、もう眠らしたまんまで、放置したまんまで置いておりました。でこれからまたオイルを通し、久しぶりに通していきたいと、入れていってツルツルにね、磨いていきたいと思っておりますので、
本当にこのもうやれた感がね、やれやれ感、もうボロボロ感、クタクタ感、もうそれに対して本当にねもう心がしびれましたね。で今回はですね、レッドウィングのセッターですかね、アイリッシュセッターのブーツのワークブーツを紹介したんですけども、ですね、また何か引っ張り出してきて、動画を上げるときに、また私物紹介という形を持ちましてアップしていきたいと思ってはおります。本当にかっこいいです。デカ履きしてる右側なんですけども、これもうブーツインしたりもしてましたし、ロールアップして、靴下がチラリと見える形とか、そういう形もしておりましたし、見せ方によったら本当に楽しめたアイテムだったと思っております。でどうしてもね、僕はですね、新品で履いて育てていくのもいいんですけども、こういったボロボロ感で履いていって、ファッション性と言いましょうか、僕なりの個人の、使い方なんですけども、ボロボロ感で履いて、履き潰したかのようにわざと履いていきますと、お店さんの方に行きますと、ショップですかね、普通のセレクトショップとかに行きますと、もうかなり履いてますねとか言われるんですよ。もうこんだけボロボロまで履いてるんですね、すごいいい味が出てますねっていう言葉もね、店員さんとかにもね、言われたりもしますし、逆にそういった意味でも、使ってもおりました。で、まあ、またですね、オイルを塗って通して、まずは丸洗いですかね、洗ってから育てていきたいと、大事にねいきたいと思っております。今回はちょっとブーツのレッドウィングのセッターの動画になったんですけども、またですね、何かブーツなり帽子なり、そうですね、 T シャツ類とかもそうですかね、何かいろいろと上げていけたらいいなと思うようなものがございましたら、またその時はよろしくお願い申し上げます。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。